山。うめうめ。見て超綺麗。ウェアホリーアキタクです。サプライズです。大成功。皆さんおはようございます。今外に来たから日焼け止めを塗ってるんですけど、鹿児島めっちゃ暑いねみんな。超焼けそう。ってことで私は今からあのじいじのお墓参りとお墓掃除に行くんですけど、あのいやこれ鹿児島来て2日目なんやけど、もう2日ともどっちともお墓参りしに来てます。でなんで岩がお墓参りこんなに行くかというと、鹿児島帰ってきたら毎回行くことにしてるんですけど、すごいじいじいからね元気もらえてるような気がして、こうなんていうの、岩もなんか気持ちが楽になったり、鹿児島帰ってきた後にこういうことしたらなんかすごいいいことが毎回起きるんですよ。だから私はやっぱじいじに感謝してるので毎回来るようにしてます。鹿児島帰ってきた時の私の日課です。はい、ということで今日もじいじに会いに行っていきたいと思います。バーバーはねお家で待ってるんで、今日はあのママとパパと3人でお墓に行ってきたいと思います。はい、行きます。あ、なんで体操服かって、今から私お墓の掃除をします。なのであの汚れてもいい服の体操服雑扱いなんですけど、汚れてもいい服で来ました。あのしっかり掃除していきます。じゃあ大好きなジージに会いに行ってきます。多分明日も来るねんけど。結構さみんな今の地元って多分大阪と思ってる人が多いんですけど、私生まれも若干育ちも鹿児島で、そうママのカメラワークがどうなってることやら怖いわ。今日はママのね、ママここ電池あるから、うんうん、あー今日はママのカメラワークですよ。皆さん行けてますかね。お墓行くまでなんですけど、皆さん周りを見てください。緑ばっかです。やっぱ私自然大好きなんで、自然豊か大好きなんで、やっぱなんか地元に帰ってきたなって感じがあります。なんか家は結構落ち込んでる時とか、なんていうの、元気が出やん時ってすぐ鹿児島に帰りたくなっちゃうんですよ。なんなら一回ね、私落ち込みすぎた時にもうどうしても鹿児島に来たいって言ってパパとママに連れてきてもらったこと、ん、合ってる日本語、連れてきてもらったことがあって、それぐらい私自分のふるさと愛してるんで、はい、こんな感じですかね。私は鹿児島あんますることないけどな、けど私は大好きです。やばない、ちょっと待って、ママ周り見して、やばい山。じいじも喜んでくれてるかな。普通さ女の子やったら日傘とかあるはずやねんけど、まあ私にはないです。行ってきますね、みんなここなので、またね、バイバーイ。ムシムシムシ、カバ早く、おらん、どこ行った？今から閉めて、あ、いた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 、パパ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 、いや、つこ、パパ、おんぶ、お、くちゃくちゃ、かわいい、つか、こう、つかんで、ちょっと、潰れそうやね、大丈夫、見てくださいみんな。かわいいです。見える、見えてる、こんぐらいの虫なら私触れます。で潰れそうで怖いけど、バイバイ。はい、ということで、やばい、まぶしい。今からお墓の掃除終わってめっちゃ汗だくになったのでお風呂に行ってきたいと思います。うさーいく、めっちゃお風呂行ってくるね、みんな、バイバイ。
まい。今家族みんなで来てます。おいしいけ、おいしい、おいしいって思った。じゃじゃん、こうやってご飯を食べていきたいと思います。はい、うどんも食べていきたいと思います。最高。バーバーも一緒にいます。前にママがいて、横にバーバーがいて、斜めに弟がいて、横の横にパパがいます。ね、鹿児島弁でさ、美味しいってなんて言うの？うまい、うまい、うめ、うめ、うめ。はい、じゃあ食べ終わったらまた動画を回しますね。皆さんバイバーイ。はい、ということでですね、ご飯を食べてきました。で、次がすることはドゥ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 ン、ドライブ。はい、ということでですね、私は鹿児島に帰ってきたら結構海に行きがちなんですけど、今日はまあそれを皆さんにお届けしたいなと思います。ちなみにめっちゃ海綺麗です。はい、よく TikTok とかも撮ったりしてます。ちなみに海やで、あ、見えてる見えてる、海です。これがいいですね、海綺麗、めっちゃなんかな、透き通ってる、どっちかというと。ってことで今は向かっております。何話そっかな、もうちょっとで着く。はい、パパが運転してくれてます。もうちょっとで着くというか、あ、これじゃん。うん、これですね。どこ？これ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 、ほら見て、海ブルーやもん。だってめっちゃ綺麗。いつもはちゃんとめっちゃ音楽聴きながら普通にめっちゃノリノリやねんけど、この今 YouTube はちょっと超サークル券というものがありますので無音でやります。じゃあ海に着いたのでみんな連れていくわ、紹介するわ。ちょっと、はい、じゃあ行ってきます。見てみんな、綺麗くない？これは荒平神社、荒平神社っていう場所に来ました。見て、超綺麗。あんま天気は良くないんやけど、下まで降りていきたいと思います。今日さ、雨降ってさ、髪の毛めっちゃさ、湿気やばい、湿気、せっかく巻いたのに湿気のせいで前髪全部落ちてるんですけど、どないですか。はい、じゃあ下まで降りていきます。せーの、ドゥルン。はい、みんな見てください、めっちゃ綺麗でしょ。気持ちいいよね、めっちゃね。ってことで今から TikTok でも撮っていきたいと思います。なんでそんな下がるねん。TikTok 撮っていきたいと思います。みんな見てね。バイバーイ。バーバーのうちの玄関でした。バイバーイ。ただいま。はい、ということでですね、お家の方に帰ってきました。皆さん、チョコちゃんも一緒に鹿児島に帰ってきてます。イエーイ。はい、ということでですね、今日の一日としては、まあ、朝何したっけ、あ、お墓参りに行ってお昼ご飯食べて海に行ってきたんですけど、今日の一番の大イベントはここからなんです。皆さん、実はですね、2月にバーバの誕生日があったんですけど、まあ2月帰ってこれなかったのでバーバの誕生日をちゃんと祝えてないっていうことで、今日はバーバに内緒でサプライズ誕生日会。パパがバーバを連れ出してくれてます。で、ヒワとママと弟とチョコちゃんとで、ちょっと今からサプライズをしていくということで、風船を持ってきました。なのでそれを膨らませて、ケーキも準備してるので、ケーキと風船をサプライズでしてお祝いしていきたいと思います。ここはバーバンチです。皆さん、初公開、バーバンチです。
ここら辺に岩とかがいます、昔の。はい、で今から風船を膨らませていく様子とかサプライズの様子を皆さんにお届けします。はい、私にも風船をください。やっば、びっくりした。私の弟です。やっば、びっくりした。はい、てな感じでちょっと急がないとバーバーが帰ってきちゃうんで。うわお、いっぱいあるねんな、それが。だからちょっと膨らませて、チョコちゃんこれ餌じゃない、いっぱいやっていきたいと思います。やばいやばいやばい、酸素足りひん。はい、オッケー。いや、鹿児島おるときさ、なんかもうずっとさ、バーバンチに寄ってバーバっ子やからさ、バーバー大好きなんですよ。うわ、ネイルが取れそう。で、皆さん、バーバーが80歳の誕生日を迎えまして、80歳はお祝いの年みたいな感じで、お祝いといえば黄色なんです。80が、ごめんなさい、すいません、カットで。80歳の年が黄色色らしいので、今日は、あ、白やった。今日は黄色をメインとした飾り付けをしていきたいと思います。じゃあ、出来上がりを楽しみにしててください。みんなこっちでね、弟とママもね、一生懸命、やりながら膨らましてます。じゃあ、岩も膨らますので、みんな完成したところを見せたいと思います。チョコちゃん、あなたも膨らませなさい。はい、じゃあまた後で、バイバーイ。チョコさん何してるんですか。チョコちゃんも仕事してください。かわいい、かわいいね。バーバー来て、こっち。何だ、私。来て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 見て。どうしたの、これこれこれ。どうしたのこれ。ハッピーバースデー、バーバーお誕生日祝えなかったので直接、うん、サプライズです、大成功。見て、すっごい子たちがすることは、もすげえでしょ。もう嬉しい、びっくりしたな、もう嬉しいとのことでした。こんなことをするしてくれる人いないから。はい、ここにいます。こことこうやってここにやってた、すごい散らかってたけど。はい、大成功です。イエーイ、現場からは以上です。はい、ということでですね、ご飯も食べてケーキも食べてきました。はい、ということで今日は私のこう地元に帰ってきた時の一日を皆さんにお届けしたんですけど、皆さんどうでしたか。ほう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 、すごい、なんていうのね、やっぱ私今大阪に住んでるんですけど、やっぱ鹿児島帰ってきたらすごい、なんやろ、充電されるというか、やっぱ地元っていいなっていう風に毎回思わされます。はい、ということでですね、この動画この辺で今日は締めたいと思います。みんな最後まで見てくれてありがとうございました。はい、ということでこの動画が良かったなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。せーの、グッバーイ。